今日は早くも10月の20日ですね。これからタロット占いをしようと思うのですが、前回天秤座さんを占ったので、次はさそり座さんですね。それを占おうかな。4枚のカードを引いて、これで運勢を。10月の終わりから11月の初めぐらいまでですね、占おうと思います。では、どのタロットを使うかな。まず、この手元にあるものだと、ビスコンティカードですね、まず。ここから引いていきます。1枚引きましょう。とても美しいカードですね、ビスコンチ。私はタロットがとても綺麗だから、これビスコンティですね。タロットが綺麗だからとても惹かれています。自分でもさ、絵を描いて作ればいいんだけど、時間的に無理だからやらないけど、自分で作っちゃう人もいますよね。1枚目が、ジャスティスの逆が出ました。次、タロットタンプリエ、テンプルピサンタロットからいきましょう。タワーがですね、怖い。なぜかタワーが先。もう何か引いたときにまたタワー出たような気がする。多いですね。次はキルトカード行きましょう。サソリ座さん。サソリ座さん。次はキルトカードを引こうと思います。あれ、なんか倒れてきた。こっちに行って。キルトから引こうと思います。もしね、なんかよくわからないことがあったら、宇宙のカードを後から出します。タワー怖い、怖いカードなのよ、これ。なんか稲妻とか象徴されて、恋愛運とか仕事運とか健康運とか、その他、全体的なものを占うんですけど、またね、11月の半ば頃に新しくやり直すから、その時に良くなってくると思うんですが、もし何かね、悪いカードが出たら、また挽回もあるので、占い直すので、その時懲りずに見ていただければっていう感じですね。またちょっと怖い怖いカードが
これケルトの一番怖いカードで出ちゃった12番のこれなんだっけ、12番なんだっけ、12って12、なんだろうこれ、あれなんか日本のさ説明書で読んでるんだけど、これって日本の説明書と違いますよね、海外のと、海外のと、ちょっと待ってこれ何、海外のと日本の説明書番号が違う、あれ12番って何、あー何か生贄みたいなカードね、ちょっと待って今テンプリキスタンのところ読んでみたら生贄みたいな意味ね、うんうんうん、12番って怖い、ちょっと私ストップしようかな、あとでやり直そうかな、怖い、釣られた男って意味なんだと思う、これ生贄のカード、では次行きましょう、あのゲルトカードってとても絵が怖い、描写がついていけないので、まあその時代的なものだからね、その時代はかなり皆様その場所で苦労してた民族だから、こういうことが、しかもさ、あもうすぐハロウィンじゃないですか、ケルトってねハロウィンと関係あるから、私は全然違う宗教なのでギリシャ正教だから、そういうハロウィンとかやらない宗派、そう、あのアンチハロウィンに対してアンチなんですけど、ほら違いますね、まるで、あとそうあれはアングロサクソンから来て、そしてアメリカに渡ったみたいな感じのものなので、ハロウィンは私は個人的にはやったことないですけど、ただコスプレみたいなのはありかなとは思う、ただ単にねお姫様の格好をするとかさ、スーパーマンの格好をするとかさ、そういうのは子供がね、子供のための用事みたいのでフランスであるけど、深いですね、奥が深いですね、次行きましょう、次はジプシー見てみよう、ジプシーカード見てみよう、もうすぐそうやって冬時間になっていくわけですけれども、ヨーロッパではその頃冬時間に移行します、そして日本との時差が7時間7時間のところから8時間に変わるのに、そして暗くなっていく、夜が真っ暗になっていく、その頃からいきましょう、また死神、これあんまりいいのが出ない、今日タワーと吊るされた男と13番って死神、あとでやり直すかもね、これちょっとあまりひどかったら、それか次のポチョのカードを引くとかね、したらってくるね、じゃあ、バリカードいってみようか。なんだろう、今日。バリカードいってみようか。
シャッフルします。やっぱりこれ逆に出てる、全部逆に、ジャジメントの逆が出ました。今占っていこうと思います。これ11月あれサソリ座11月これはジャスティスの正義の逆が出てますね。見ていこうと思います。何かもし恋愛をしている方は三角関係になる、そうとか成り行き任せの恋っていう意味のあるカードです。そしてまあ片思いとかね。でアドバイスとしてはあまり気取らないようにしてくださいって言われてますね。あとは失恋を恐れて行動しないみたいなことがあるので、それを恐れずに進むといいでしょうみたいな感じ。あとは仕事では失敗を他人のせいにするっていうことが言われているので、他人のせいにしないようにしてくださいみたいな。あとは規則を破るとかチームワークを目指すっていうカードなのね、これ。そう、あとはですね、間違った無理なダイエットは控えてくださいっていうのがアドバイスです。あと腰とか腎臓に注意してください。服装はちぐはぐな服装をするのは気をつけましょうみたいな、ちゃんとコーディネートをしてくださいみたいな。あとはもし旅行に行ったとしたら贅沢をしても楽しめないでしょう。同行者と意見が合わなくなる可能性がありますっていう感じの、見栄っ張りの趣味はやめましょうみたいなことがアドバイスとして出ています。そう、これ見栄っ張りっていうカードなのね、逆位置で出た場合。気をつけましょうっていう注意するにはこうしたことはないでしょう。あとは次、これタワーのカードの正位置が出ています。異性と大喧嘩するっていうカードなのね、これ。そして破局とか堪忍袋の尾が切れるとかいうことがあります。そう、だから仕事では仕事仲間と喧嘩することがあるので気をつけましょう。あとは嫌な部署に配属される可能性があるのでっていうのが言われています。そしてヘルス&ビューティーのところは怪我をすることがあるから気をつけましょう。あとは服装ではさっきもね、なんかちぐはぐな服装はいけないって言ってたけど、ここでも場違いな服装は気をつけましょうみたいな。あとはね、さっきと同じだから、このさっきのカード正義の逆と同じカードなの、意味が同じカードなの、これ。同行者と喧嘩することがありますとか、そう、人と喧嘩するみたいなカードなので気をつけましょうねっていう戒めの意味で、次がこれは釣られた男、吊るされた男の、まあこれキルトカードなので男は出てこないけど、猫ちゃんが吊るされてるって感じ、猫ちゃんが生贄されてるみたいな、ちょっと見たくないけどカードなんですね。これは恋人関係とは裏切られる可能性があります。もしくは裏切るとかね、反対にそのパターン、不倫をするとか
妄想に苦しむとか、そういうことが言われています。あと仕事では、そうですね、小さな失敗にくよくよしないでくださいっていうことは、であんまり頑張ったところで無駄なのでっていう、そういうカードですね。ですから、まあ、くよくよしないで、ちょっとね、頑張っても無駄なことが言われているので、そこまで一生懸命仕事をすることもないみたいな、そう、休んだ方がいいかもしれませんね、そういう時には。そう、不眠症っていう意味のある、ヘルスのとこ見てるんだけど、不眠症になる可能性があるので気をつけましょう。あと怪我って、さっきのカードにも怪我ってあるんだけど、そう、怪我に気をつけてください。あとは同行者とやっぱり問題があるっていうことが言われています。これ3枚目のカードで、例えばその同行した方の犠牲になることがあるので気をつけてください。もしそれがさ、恋人とかさ、恋人がわがままだったりして犠牲になる可能性がありますっていう感じ。そう、あとはちょっとアル中っていうカードだから、アルコールには注意してください。そして旅行先ではスリとか事故に気をつけましょうみたいなことが言われています。さっきとなんか似たような感じかな。全部同行者、旅行したとしても同行者と喧嘩みたいなカードね。13番のこれは死神、いいのが出ないじゃない今日。そう、このカードは死神ですね。別れるっていう意味のカード。なぜなら、なぜ別れるかっていうと、反対者が周りにいるからです。もしくはすごく立場の違う、所詮無理な立場の人を好きになってしまうとか、そう、しかもジメジメした関係が続いていたとか、そういう感じ。そして、まあ、離婚とか別居っていう意味になるカードですね、これ。まあ、仕事では仕事が間に合わないみたいなことが言われています。たくさん仕事がありすぎて間に合ってないみたいな。そう、あとはヘルス、やっぱり事故っていうことと怪我に気をつけましょうっていうことが健康運に出ています。そう、それから、そうですね、ちょっと趣味を変えてみるのもいいかもしれません。趣味がちょっと今つまらなくて行き詰まってしまっているような感じがある方は、新しくね、面白い趣味を見つけてくださいっていうのがアドバイスですね。うん、これは死人のカードなので、もしかしたら周りで死人が出るってことも暗示されています。そう、もしくは物事の停止とかですから、こうやって仕事とかでね、いろいろあるかもしれないし、人間関係でジメジメした問題が起こるかもしれないけれども、ちょっと止まって考えてみてください。多分これって休む時期だと思います。今ちょっと休んで熟考するとか、うん、それですね。これは今ジタバタしてもしょうがないから、何か休んで考えるみたいな感じ。ジャジメントの逆位置が出ています。ジャジメント、審判の逆位置ですね。で、これ恋人とのそういう問題が今まで言われていたんですけれども、なぜなら問題が起こっていた理由は、お相手様の過去とか裏切りとかそういうことがあったかもしれないけど、それに執着しすぎてジェラシーに苦しむとか、そういうことでちょっと
そこが問題なんですね。ですから心を閉ざさないようにしてください。そしてもし別れた人がいたとしたら、未練がとても残っていますっていうことが言われています。そう、あとはね、これ仕事の面ではちょっと失敗することがあるかもしれないので気をつけましょうっていうことと、夜遊び仕事の後にちょっと飲みに行くとか、夜遊びが過ぎてダウンしてしまう恐れがあるので、あまり深酒とかしないようにしてください。そう、あとはそうですね、ちょっとストーカーに会うとかいう、そういうカードでもあるので、ストーカー体質の人に付きまとわれるとか、付きまとわれる可能性があります。だから挑発的な服装で外出するのは控えてください。それがアドバイスです。あとはねですね、ちょっとこれ復讐心を持つっていうカードなので、もしかしたら別れた相手とか、今まで付き合ってきた人と喧嘩してその人に対する未練とか、そういうのが心の中によぎっていて、復讐してやろうっていうのが心の中に出てくる可能性があります。ですからそういうことはちょっと忘れて、これ同じようなことが全ての今日5枚引いた中に出ているのですが、そう、なんだろうね、あんまり旅行とかで歩かない方がいいかもしれません。なぜなら旅行の先でちょっと怖い体験に遭うこともあるかもしれないので、ちょっとお家で静かに瞑想するとかメディテーションするとかして、いろいろあったことを忘れるとか忘却して、これから新しい一歩を踏み出すためにも、そう、熟考してください、考え直してくださいみたいなことが言われています。これさ、なんか過去のことばっかりじゃない、さそり座さんって。私知り合いいないけどね、自分の知り合いいないかな、さそり座さんいない。あ、そういえばさ、なんかさ、私がこの間占ったさ、弁護士の福永さんって11月って言ってなかった？まあ11月にもさ、伊手座とかの人もいるからそっちかもしれないけど、わあ、わかんない。ちょっと私さそり座さんの知り合いはいないのですが、はい、すみません、なんか うまく占えなくて、だからリベンジとしてしばらくしてからまたやり直してみようと思います。他のカードを使って、他のタロットカードがあるので、はい、ありがとうございました。頑張ってください。チャオ。